皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山博史です。今日はですね、こちら2015年に発表されたジャガー初のですね SUV モデル、こちら、今日2016年6月13日これは昨日かな、発表になりまして、発売になりましたので、今日はですねそのお披露目のイベントをするということになっております。ジャガー初の SUV ということですが、仕様はですね直四ディーゼルターボのですね一番スタンダードのピュアモデルが630万円台、そして限定のガソリンエンジン、こちら380馬力仕様が最高でも1100万円台と、買い求めやすくもなっていると思うんですが、まあ、中の仕様どんな感じかはですねいずれマルチャンネルでインプレッションしていきたいと思います。まずはこのイベント見てください。ジャガーウィークのキックオフ、そしてジャガー初の SUV F ペースのロンジェへようこそおいでくださいました。第3番目の全く新しいジャガーです。これはアルミニウムでできた F ペースであります。ジャガーにとって初めての SUV です。2013年にフランクフルトでデビューいたしまして、翌年の2014年には日本にもそれを持ってまいりました。この F ペースという名前なんですけれども、ジャガーブランドが創設された時の理念でございます。グレース、ペース、スペース、日本語では優雅さ、速さ、広さで、この広さを兼ね備えた SUV モデルにですねあえて速さを意味するペースというものをつけるということにしております。いかがでしたでしょうか。ジャガー初の SUV タイプということですが、価格もですね、かなり抑えられているんですが、しかしですねボディは、ほぼアルミを使って、まあ、軽量なボディにしていると。そしてもちろんですね今時の電子制御、ステレオカメラによって、まあ、歩行者をですね、歩行者にぶつかるのを軽減するシステムなどをですねちゃんと搭載してきて、最新なシステム&SUV、 そして軽量化をもとに一応スポーツカーとしての SUV という形をとっているんですよね。 F ペースというペースというのはですね、意味合いとしては、まあ、速さという意味らしいんですよね。ジャガーならではの優雅さ、速さ、広さの中の、まあ、速さもありますという SUV になっております。